こんにちは、みゆです。今回は OGC さんの商品で収納スペースを増やしていきます。イエーイイエーイ。はい、OGC さんはですね、エーモン工業株式会社さんのブランドで、愛知県で開かれたフィールドスタイルというイベントで、たまたま取材をさせていただきまして、で、今回ですね、ありがたいことに商品をご提供いただけることになりまして、でご紹介していこうと思うんですけど、フィールドスタイルの時にご紹介いただいた商品とはまた別のものもいただいたりとかしているので、取り付けもしつつ、いろいろとお伝えしていければ、いければなと思います。はい、行きましょう。あ、忘れてました。じゃーん、ここにね全部並べてみました。もうたくさんありがたいですね。取り付けるぞ。はい、では一つ目のご紹介ですね。じゃん、ラゲッジボックスです。見てお分かりの通り、このように重ねることもできるので、車内で収納するときにすごく便利な形になっています。ところどころにですね、こうやって穴が開いてるんですけど、後でご紹介するんですけど、バンドとかも、ODC さんの方で売っていて、でそれと組み合わせるのもすごく便利な形をしています。使ってみて思ったことなんですけど、この取っ手の部分ですね、ここがここを持つこともできるっちゃできるんですけど、ここにしっかりとした取っ手がついていて、これがすごく持ちやすいんですよ。こういう風にして、普通だとこんな感じになるものが多いのかなというふうに思うんですけど、これだとちょっと手が痛かったりとかすると思うんですね。特にいろいろ中に入れて重くなると手が痛いかなというふうに思うんですけど、これがねすごく手に優しくできているので、で結構重たくなっても持ちやすいかなと思います。で、中はですねシンプルな作りになっていて、こんな感じです。たっぷり収納できますね。じゃーん、ソフトコンテナです。こちら何かと言いますと、広げるとこのように収納ができるボックスになっています。特徴としてはここにいろいろと差し込めるようになっています。包丁とかハサミとかをここに、差し込んで、一番下はここ貫通してないので、こうぐさっと収納できます。メッシュになってるので、何を収納しているかっていうのも確認しやすいですし、ポッケが、ね、1,2,3,4つあるのでたくさん収納できます。試しにいろいろ入れてみました。こんな感じになりました。かなり形もしっかりしましたね。で、なんか適当に入れてますが、見やすくて便利そうです。こちらのね、コンテナボックスの中に、おいよ、じゃーん、すっぽり入ります。いい感じじゃない、いい感じです。たまたまあった危険なものたちを刺してみました。結構このバンドがきつめなので、ハサミとか動かなくて安全でいいなと思います。ではお次がカムバックルタイダウンベルトです。じゃん、こんな感じのベルトになっています。コンテナボックスを使うときにとても便利で、コンテナボックスの先ほどお伝えしたこの穴ですね、ここに通すじゃないですか。こんな感じで簡単に止めることができます。結構長いので、大きい荷物でもしっかりと止められますね。で、このバックルはすごく簡単で、ここをね押すとスススススッと伸びて、こっちで押しながら引っ張るとキュッと止められるので、これも簡単です。もう一
個あるとこっち側も止められるので、やってみますね。2個あるとこんな感じで両方止めることができます。テントとかもあるので、その辺をここはここにね止めるようになるかなと思うんですね。で、そうすることによって、運転中とか荷物が揺れて落ちちゃったりとかする心配がなくなるので、ありがたいですね。荷物を運ぶ時もしっかりと固定してくれることで運びやすくなると思います。今日ですね、テントもないし、まだ寝袋とかマットとかもない状態で荷物積んだんですけど、パンパンになっちゃってて、でこれから車中泊もしていきたいなっていうふうに思っているので、ルームラックをね活用していきたいなっていうふうに思っているんですね。そこでまずじゃーん、バンジーコード6付き、こちらとラゲッジカーゴネット、こちらの2つでこのボックスを上に乗せていこうと思います。バンジーコードの方でですね、クロスに、荷物を止めて、このラゲッジカーゴネットで上からかぶせていくという風にしたいと思います。一応なんですけど、こちらのまずバンジーコードですね、長さを調整できるようにして、ちょっと伸び縮みする、ちょっとじゃないな、かなり伸び縮みする紐になっています。で、ここだな、ここが長さの調整ができる、こんな感じか、なるほどね、こんな感じで長さの調整ができます。この部分が樹脂でできているので、車体とかを傷つけにくいというポイントもあります。ありがたい。で、こちらがラゲッジカーゴネットですね。袋がちゃんとついていました。大きめのネットになっています。で、このフックがですね16個あるということで、しっかりとね止められますね。編み込み式になっているので頑丈っていうところと、さっきと同じように樹脂製なので、車体を傷つけづらいっていうことです。ラダを使う。フックはただのフックじゃなくて、ここでよいしょ止められるようになってるので安心ですね。お次なんですけど、車中泊をしたいなという時に上に荷物を置くことでより広くなるので、はい、こちらですね、ラゲッジポケットネット、はい、上のグリップが3箇所あるんですけど、運転席のところにないので、どこにも止められるようにこちらのエクステンションフック、こちらも手に入れました。こちらのフックはですね、取り付け難しいかもというところなので、ちょっとね取り付けてみようと思います。では、2つ入ってるんですけど、1つだけを使います。で、ここねウェザーストリップをまず外して、ここに金具がついているので、ここをねかませていきます。で、ちょっとが傷つくかもなっていう風に思って、たまたまマスキングテープがあったので貼っておきます。よいしょ、行きました、カタン、ついた。これで元に戻すとラゲッジポケットネットです。
で、フックが4箇所ですね。で、このようにポケットになっているので、こう吊るして、ここに荷物を入れるっていう使い方でも使えます。私の場合は、上に4箇所ね、止めていこうと思います。お伝えし忘れていましたが、こちらのラゲッジポケットネットは本来このように吊り下げて使うものです。天井に収納を増やす場合は、ラゲッジメッシュネットという商品があります。私はポケットがある方が何かと便利かなと思って、ポケットのある方を選びました。取り付け完了しました。運転席のところのエクステンションフックの位置をちょっと変えてみようと思います。こんな感じでちょっとたるみが気になってピント借りたいなと思ったので、いろいろ試してみようと思ったのです。この辺にね、今つけようかなと思ったんですけど、どうやらこのくぼみがこことここ2箇所あって、ここじゃないとつけられないようだったので、こっちにつけてみようと思います。ピンとした。よし、座ってみます。あ、大丈夫だ。ちょっと男性の方だと当たっちゃうかもしれないんですけど、私が、一応身長は163センチぐらいで、当たらないで乗れます。もし男性の方で当たっちゃうようだったら、外しちゃって、外しても袋として使えるのでいいんじゃないかなと。見た目も結構おしゃれだと思います。例えばマフラーとかボンって入れたり、まあ衣類ですかね、入れておくと収納に便利なんじゃないかなと思います。もしここに荷物とかいっぱいある場合は、こっちも止めてもいいかもしれないですね。こういう感じで、そしたら邪魔にならないかなと思うのでです。ここで OGC さんからのアドバイスを思い出しました。フックのかけ方ですが、グリップに引っ掛けるのではなく、グリップにくるっと通して、フックはネットに引っ掛けるとピンと張れるとのことです。この場合、エクステンションフックは初めにつけた位置の方がうまくいきました。それから私は運転中頭につくことはなさそうでしたが、ネットに荷物を入れた場合は通常通り後ろに吊り下げて使って、車中泊などするときは天井4点で止める使い方もいいかなと思っています。真っ暗になってしまったんですけど、続きをご紹介していこうと思います。まずですね、こちらにつけてあるコードですね、ハンギングコードという商品になります。これがこの洗濯バサミみたいな、なんていうんだろう、フックが、8個ついているものになっています。で軽いものにはなるんですけど、吊り下げることができて、物干しに使ったりとか、あと使い方によってはカーテンレールとかにもなるみたいです。私はこんな感じで吊り下げて、なんか小物を、かけられたらいいかなというふうに思っています。お次がこちらのマルチバケットです。こちらがですね、濡れたものとかが入れられるバケットになってまして、バケツのような感じで使えて、かつ、このように折りたためるようになっています。キャンプして、でお皿とか洗った後ですね、濡れたものを入れる場所が今までなかったので、こちらをこれから使っていこうかと思っています。でここにですね、空波とかをつけられるフックもついているので、何かちょっとね、使えそうなもの何かつけたいものがあればつけていこうと思います。ではお次がですね、こちらのスクエアライトです。こちらが、カバーがついていて、こんな感じですね。はい。眩しいか。こんな
感じで、まあ普通にライトとして使えるんですけど、明るさの調整ができたりとか、で色がですね3種類あります。まあ暖色だと落ち着いた感じになるし、中間色があって、これが使いやすいかなと思います。私はこうして、こちらね、ライトとしても使えるんですけど、あのモバイルバッテリーとしても使えるというですね、あの心強い味方が増えました。で、あとは使い方としては、ここにあの取っ手みたいなところついてるんですけど、ここはカチカチっと動かせるので、こうやってね立てたりとかもできます。あと映像を撮る身としましては、ここにですね、あの三脚をつけられる穴がついているんですね。なので、撮影の時もすごく重宝してくれそうです。で、車中泊の時とかは、この裏ですね、カバーの裏にマジックテープでこうくっつけられるところがあるので、もう一個あるんですけど、こんな感じで引っ掛けるとすごく便利だなって思います。最後にご紹介するのはこちらのハンディライトです。こちらのスクエアライトの方は、こうやって置いておくのに便利だなっていう商品だと思うんですけど、で小さいものだとちょっと移動したいとき、お手洗いに行きたいときとかに便利だなというふうに思います。で、明るさもですね、2段階になってますね。撮影の時は気づかなかったんですけど、無段階調整可能でした。ボタンを押すと 100% と 50% で明るさが変わります。長押しすると好きな明るさに調整もできます。連続してパパッと押すと点滅もします。フォーカスコントロールもできます。多機能ですね。一番明るいライトで照らすと、お、すごい明るい。結構先まで明るく見えますね。これ1個あるだけでかなり安心できます。ハンディライト用にカバーも付いています。こう収納して、でこちらの裏にマジックテープで留められる部分がついているので、このご紹介したソフトコンテナの横に取り付けたりもできます。いいですね、なくさない。では、OGC さんに、今回ご提供いただいた商品すべて、ご紹介しました。で、かなり収納も増えて、詰める荷物も増えたので、これから車中泊もキャンプもすごくよりね楽しみになりました。今回ご紹介した商品は概要欄の方にリンクを貼ってあるので、ぜひ気になる商品があれば見てみてください。で、今回ご紹介しなかった商品で、ジムニーに便利な商品なんかも、前回の動画でご紹介していたりとかもするので、こちらもよかったら見てみてください。では、これから車中泊に向けて、まだね寝袋とかないんですけど、準備していこうと思うので、こちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。以上です。チャ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 ンネル登録お願いします。